はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日は、ワンワオールさん、こちらにね、お邪魔させていただいてるんですけども、そう、これなぜかというとですね、このワンワオールさん、今回ね、クラン発足2周年ということで、あとね、サブクランも持ってらっしゃるんですが、そのクランのレベルが10位になったと、いうことを記念して、いろんなね、ここに名前のあるような有効クランさんを、集めてくださって、で、合同対戦を50人対戦でやったんですが、ちょっとね、これがまたすごい面白くて、ちょっと先日ね、1月の19日か、あと私生放送した時にちょっとアナウンスしてるんで、もしかしたらご覧になった方もいるかもしれないんですが、なんとね、この相手になってくださったのがユートピアさんなんですけども、これ自然にね、ノラマッチングをして、ぶつかったんですが、なんとこちらも1周年記念でね、同じように合同メンバーでの対戦をノラでマッチングしたところ、見事ワンフォールさんとこう当たって、お互い記念対戦同士の50人対戦が実現したというね、ものすごい激アツな、激レアなね、対戦になりました。で、お互いのね、リーダーの方々にもご了承をいただいて、で、私今回動画を撮らせていただくということになっておりますので、これからね、何回かにわたって、双方の攻撃をバランスよくこう上げていきたいと思いますので、ぜひぜひね、ご視聴いただければというふうに思います。で、ちょっとまだ今回終わってないんですが、この合同対戦イベント対戦の最初の動画は、ユートピアさんからから、いきたいかなというふうに思います。ね、攻めている村がタウンホール10なんですけども、インフェルノがない村、これをね、2人の方がこう攻めてくださってますんで、ちょっとそれを比較しながらね、いつものように見ていきたいと、というふうに思います。まず最初に見ていただきたいのはゴールデンフリーザさん、こちらの方ですね、ヒフミンさんという方の村なんですけども、こちらを攻めたこの、攻撃がまあすごい。攻め方は、クイヒー、ヒーラー4のクイヒーですよねからの、ラババルなんですけども、ヒーラー4体しかいないんですが、結構ね、こういう大砲なんかはもうタウンホール9レベルじゃないですよね。これもちろんね、見てわかる通り、ゴールデンフリーザさんはタウンホール9の方ですんで、なんだ、明らかにね、インフェルノがないにしても、マッチングのバランス的には厳しい相手を攻めてるんですけども、これやっぱりね、ヒーラーを使うこのタイミングなんかからしてもめちゃくちゃうまいですよね。今、サイドカットをこうきっちりやってね、ヒーラーっていうか、ごめんなさい、アチャクイかがそれないルートを作ってから、さらにババキンをここに出してサイドカットさせてからアチャクイを中にこう入れてってるんですけど、うっかりね、するとアチャクイの前にババキンがダメージ食らってるんで、ヒーラーがババキンに行っちゃったりするんですよね。もうそうするとこのプラン完全にお釈迦なんですが、それをせずにしっかりアッチャクイーンがダメージを受けたところでヒーラーを出すというこのね、落ち着き方がものすごいですね。で、このね、ポイズン、芝ポイズンじゃないんですよ、ここなんですよね、微妙にラインに乗ってないで援軍が出てこないということで芝ポイズンになっちゃったんですけども、レイジを使って援軍処理していこうと、あとはね、アチャクイの破壊を加速してポイズンが切れる前に援軍を呼び出したかったんですが、これはね、できずね、結局アーチャークイーンの、クロークを使わされます。ただ相手の対空砲、アーチャークイーン、防衛援軍処理できてますんで、これでラババルを回すね、なんだ、環境は整いましたよね。一気にね、これ1次3次面からラバとバルーンをこう入れていきます。でね、ここもうまいですよね。きっちりね、上のバルーンはもうヘイスト使ってラバ関係なしで行かせて、で、下の方からはね、ラバとバルーンをこううまく絡めて、もうここ横一直線にね、こうワーッとバルーンを回していくようなイメージですよね。で、やっぱり呪文の数とかが少ないんで、しかもポイズンとレンジをほぼね、もうなんていうのかな、もう使わされちゃったというか、役に立たないような状態で使っちゃったじゃないですか。それにもかかわらず、きっちりこうね、最後の裏バルーンまで残して、これで全開取ってくるっていうね、ゴールデンフリーザさん、このなんて言うでしょう、ルート作りと、ルート作りっていうのは、なんていうかな、このクイヒーのルート作り、これとバルーンの回し方がもう本当にもう卓越してますよね。で、なんでね、ヒーラー4体でここまで入らせようって考えたかっていうと、実はこれ、ちょっとこの後もう一回、別の方の攻めを見てもらいますが、初見じゃないんで、テスラが4本ね、ここに生えてくるけど、ここを歩いたところで、そんな火力がないっていうことをゴールデンフリーザさん分かった上で、クイヒーの事故はかなり確率低いだろうと踏んで、こういう攻め方をしてます。これがね、本当によくこういうことを思いつくなと、
思いますよね。あの相手の、防衛施設レベル見たらだいぶビビっちゃっておかしくないレベルだと思うんですよ、タウンホール9からするとね。これをきっちりね破壊し尽くしていくっていうのがものすごいですね。で、もう一方が、アンインテンショナリーさん、タウンホール10に入った直後ぐらいの方ですかね、の攻撃になります。でこれも面白いんですよ。あの2面攻めを最終的には繰り広げていくんですが、まずはね食い火で、きっちりとね削れるところを削っていこうというところですね。対空砲もね割とこれ削れるところにあるんで、しっかりこれを削りつつ、ホグで、援軍をすり出していきます。ちなみにこの攻撃はね初見になってますんで、まあ、もしかするとどこに何があるか、まあ、することをね、考えながら、不確定要素にも対応しながら攻めているというところになりますね。でここでライドラとバルーンをきっちり処理して、クイーンはこのまま半時計回りに回ってきますんで、そこにゴレを合流させて、でこちら側なんとねあの逆走した時用かと私これ一瞬思ったんですけど、バスターとねを、ボーラを一気に面出ししていきます。でなんとこちら3時2時方向からも、ゴレの後ろにねボーラを、面出しというか、まあこれは面じゃないかな、出していって、で2面攻めをこう展開していきますね。で、ね、この多分プランのアイデアの理由なんですけども、こういうね割と幅広い配置に関してはボーラなんかだったりね、またホグとかまとめて送り出しちゃうと、一気にその巨爆のね、たくさん設置してあるゾーンなんかに入り込んでいたときにまとめて一網打尽にされる可能性がありますので、こういう広い陣にこういう広げたね攻め方っていうのはある種、まあ、理にはかなっているかもしれないですね。ただちょっともったいなかったとか悔しいのが、これなんとここでゴレヒーになっちゃっていて、で上にいるアシャクイ残念ながらここでやられちゃったと。でもしねこれヒーラーがちゃんとアチャクイとかねボーラーについていれば、こっちの、三次方面から攻めた部隊がねもっと長生きして、で実際のところね結構いいカットのニュートいましたから、この辺全部壊してねいけたかもしれないですね。特に食いヒーであっただけでも全然違ったと思います。時間まだこのタイミングで1分、まあ、10秒ちょいありましたからね。これはかなりねその発想が面白くて、ぜひ取ってほしいなと思いながら見てたんですけど、残念ながらねちょっとこう星1で止まってしまったと、まあ、いうところですね。それをあの見ていたゴールデンフリーザさんが、まあ、この配置のね、弱点というところを見事に見抜いて、攻め方をアレンジして変えてね、全然変えてで取ってきたという、このねユートピアさんのコンビネーション、結構ねこれ熱かったですね。素晴らしいアタックがここでね見れたんじゃないかなというふうに思います。さあというところでね、本日はこの1本で、1本というか、まあ2本かなの攻撃で終わりにしたいと思うんですけども、まあやっぱりね、タウンホール、まあ、10レベルの相手ですよね。これちょっともう一回見てみましょうか。タウンホール10レベルの相手に対して9で攻めていくっていうのは本当に難しいんですが、ゴールデンフリーザさんね、この相手の配置のその弱点をしっかり見抜いて、でもうなんていうのかな、いろんな戦術を織り交ぜてこれ使ってますよね。サイドカットの素晴らしい技術がこうあったり、バルーンでこれをきっちり潰すとかね、この入りのところ、アチャクイを出した後にババキンをね出して、ババキンでサイドカット用のババキンにヒーラーがつかないようにダメージを受けたところでこうヒーラーを出していくというね、こういういろんな憎いテクニック、まあ、この後もねちょっと、まあ、結果的には失敗になりましたけども、滝打ちのポイズンとかね、そういう技術も本当にこういうのね憎いところがいっぱいあったこのゴールデンフリーザさんの攻撃ね、ぜひあの皆さんあのもう一回この動画見返してもらえたらというふうに思います。さあというところでね、本日は失礼したいと思いますが、よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、あのワンフォーオールさん、ユートピアさんにももしご機会があればあの遊びに行っていただけたら、きっとね楽しい方々と一緒にクラクラができるんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。